後戻りはできない。こちらもブースターの真上に来た。いつでも始められるぞ。オッケーオッケー。議長、よろしいですね。ああ、始めてくれたま。そんじゃ始めるぜ。無線ブースターより動力ネットへのハッキングを開始。こんにちは。クロスベル通信社所属、グレイス・リン報道記者です。念のため言っておきますと、クロスベル通信社は今回の件に全く関知しておりません。私の独断による報道ですので、あしからずご了承ください。さて、早速ですが、ある方を紹介したいと思います。クロスベル自治州代表、ヘンリー・マクダイル議長閣下です。クロスベルの市民諸君、およびこの映像をご覧になっている全ての方々に申し上げ、クロスベル自治州議会議長ヘンリー・マクダエルであります。皆さんもご存知の通り、先日前クロイス市長によりクロスベル独立国の創立が宣言され、国防軍という軍事組織も設立され、新たな体制に慣れつつある人もいるかとは。ですが皆さん、今一度考えていただきたいのです。果たして我々はこの事態を真に選択したかということを。現状についての是非は人それぞれあるでしょう。ですが現政府は真に民主的な手続きによっては成立していません。自治州議員の多くが拘束され、私自身監禁された状態で、この宣言が議会の承認を経ずに個人の独断で行われたもの。ならば独立の意思を問う住民投票が根拠となるでしょうか。いいえ、かの住民投票は決意表明を行うかどうかを問うものでしかなかったはずです。国防軍やクロスベル独立国、まして大統領制などの正当性に結びつくものでは。そしてこうした手続きの正当性よりも何よりも、私が皆さんに問いたいのは他でもありません。果たしてこの状況は、今の体制は、ただそれだけであります。それを皆さんに共に考えていただくきっかけとするためにも、自治州代表の一人として私はここにクロスベル独立国が無効であることを宣言いたします。お、言っちゃったよ。でもこれで少
少しは動きやすくなります。ああセルゲイさん、あいつらの協力でしょうか。それ以外にはありえねえだろう。さて忙しくなりそうだな。ここから先は私の方から数々のスクープをお伝えさせていただきます。まずは2ヶ月前に起こったクロスベル市襲撃事件ですが、この不快な映像は一体いつまで続くのかね。侵入経路はつかめたため物理的な遮断を行っている最中です。あと2分ほどでしょう。該当スクリーンについてもすでに撤収を開始させています。ほどなく市民も退去するでしょう。いい不意打ちでしたな。虚実を織り交ぜた妙手、老兵の意地といったところか。何を人事のような。君たちが議長を逃したからこのようなことになったのだろうが。いやそれについてはお詫びするしかありませんな。もっとも、こちらの主張通り全ての禍根を潰しておけばこうはならなかったはずです。巫女殿の機嫌もある。支援課の関係者に思い切ったことまではできない。歯がゆいですけど、こればかりは仕方ないですよ。市外の国防軍にも少なからず影響があるはずです。なんとか立て直してみましょう。ああ、よろしく頼む。では、我々の方も本腰を入れさせてもらいましょう。ヘイゆえにレジスタンスども。本気で狩らせてもらいますよ。私は結社の方々と連絡を取っておきますわ。教会の船と支援家たち。何とかする必要がありますから。ああ、行きたまえ。やれやれ、お父上はどうも思い切りが足らぬようだな。まあ、辛抱遠慮とでも思っていただきたいですが、大陸全土の秩序を組み替える壮大なる計画、お父様一人ではどうしても限界がありますもの。だから優秀なスタッフがいろいろと力を貸しているわけだ。剣聖やあの御仁のような。そういうことです。パパ、話は終わったの？あ、ベルお嬢さんだ。やっシャーリーさんはいつも元気ですわね。例の話については考えてくださったかしら。ああ、お嬢さんの施設部隊のトップだったっけ。うん、面白そうだけど今の環境も気に入ってるしな。やれやれ、俺の目の前で堂々と引き抜きをしないでもらいたいもんですな。あら、これは失礼。それではシグムントさん、今後の段取りについては以前お話しした通りに。ああ、承知した。小僧、お前の方はどうする？俺はあんたらの仲間になった覚えはね。勝手にやらせてもらうぜ。ふん、まあいいだろう。バルド、その気があればとことん鍛えてあげるからいつでも来なよね。け。頼もしい方々ですわね。化け物親子の間違いだ。対等に渡り合ってるあんたも相当な玉だと思うがな。後悔していますか、私の誘いに乗ったこと。はっ、なわけねえだろ。あんたがくれた薬のおかげで俺は力を手に入れた。誰もが使いこなせないような圧倒的な力をな。そうですわね。魔人化した時のバルドさんは旅力ならば人として最強。私たちにとってもまたとないサンプルですから。
せいぜい喜んでモルモットになってやるよ。あの野郎をぶっ潰して誰が一番か証明するためにもな。結界の解除方法が分かった。うん、それとあの3体のアイオーンの力を抑える方法をな。ズバリ鍵は大金にある。大金、どうや総員にあったものですか。それが結界や人形たちを強化しているってことかい。いや、強化しているのはあくまで司法の力のはずだ。だがおそらく現時点では司法は完全ではないのだ。その常識外れの奇跡を広範囲にわたって権限させるためには、得意な場に頼る大金同士による共鳴が生み出す。